トランシルバニア皇妃、シャルロッテ・アマーリエ、ダーフィトリヒターが、シャルロッテ・アマーリエ・フォン、ヘッセンバンは、ドイツの諸行ヘッセンバン家の皇女で、トランシルバニア皇・ラー・コーチ・フェレンツ・ニセイの妻。ヘッセンバン・ホーハク・カールと、その2番目の妻アレクサンドリーネ・ユリアーネー、ライニン・ンダークスブルクの間の長女として生まれた。1694年9月25日に、 ケルンにおいて、シャーロシュハクラーコーチフェレンツ2世と結婚した。夫は17世紀にトランシルバニア行為を世襲していたラーコーチ家の党首で、1703年よりハプスブルク家の統治に反旗を翻して、ハンガリーの独立反乱の最高指導者となった。反乱の開始後、夫と離れて暮らすようになったシャルロッテは亡命中のトランシルバニア公費の肩書きで、 ポーランドのワルシャワ宮廷やロシアのサンクトペテルブルク宮廷など諸外国の宮廷に滞在しながら奔放な暮らしを送った。1722年2月16日、死痛に悩んでいたシャルロッテは抜死をさせたがその傷口が海洋となり高熱を出した。これを治療しようと医師が射血を行ったため弱った彼女は2日後に亡くなった。フェレンツ二世との間に三男一女の 計4人の子女を設けた。ただし第四子は、夫との愛の子ではなく、彼女の死生児である。ありがとうございます。